朝鮮牛、または、韓牛は、朝鮮半島で飼育される牛の亜種。従来、欧州系とインド系憲法牛の混合種が、朝鮮半島に定着、純血繁殖されたものと考えられてきたが、2005年に、大韓民国農村振興庁が行った、調査によって、欧州やインドの種から分かれたものではなく、モンゴル、中央、アジアなどで家畜化されていた牛が源流との説が、 提起された。地盤合札をつけている半牛朝鮮牛は、その色によって、次の三種類に分けることができる。工作している半牛。寒牛は、過去に農作業に利用された。寒温度横上群の牧場で飼育されている半牛。日本統治時代の朝鮮では、赤毛の朝鮮牛が多く、黒毛及びすだれ毛は、比較的少なかったとされ。 積活土場なる、この国に生息しているために、自然淘汰の利法上、保護色として、地方土色になったという説が存在した。2005.10-14AB マン毛牛日本輸出に関する調査 P280 野中時代1930年 AB マン選手見の旅 P17 地図化冷水1930年。ありがとうございます。